で持って両手で刀を持ちましたね。でね、右足を一歩前に出してください。でおへその前に刀を持ってきてください。これがね、西岸の構えというチャンバラでは基本の構え方ですから、みんなこの形まず横向上してくださいね。ふっと相手をこれで左につけるわけです。で、皆さんには今からチャンバラやっていただきますが、まずね、切り方を一回練習したいと思います。マップを軽たき割りという切り方でして、まずね、お手本見てもらいます。沖田さん、はい、皆さんにお手本を見せてください。わかりました。はい、マックを空たき割りのお手本、よく見ててくださいね。では、どうぞ。はい、相手がいないと間抜けでしょ。ちょっとやってみない。エアチャンバラになっちゃってますからね。そうなんです、はい、これをね、まあ、実際皆さんにやってもらいます。私、説明しますからね。やってみましょう。ちょっと後ろ下がって、はい、一歩下がりましょう。はい、では、右足前の状態でね、平岸に構えた状態から、まずは左足を一歩前に出して、刀を頭の上に振りかぶります。上段の構えという構え方になります。ここから今度は右足を一歩前に出しながら刀を振り下ろす。この時に相手を切るわけです。まあ動きとしては